中級上級編の3回シリーズの第3回目上級編をお送りします。本日もご指導いただくのはミラフローレス主催の西山敦子先生です。ミラフローレス主催西山敦子です。アシスタントを務めます第5貿易の石井です。今回はかなり粘土を使いこなせるようになられた上級者の方を対象にしてこのプログラムを進めていきます。またスケル君、ルナクレースーパー、コート液、そして各道具の説明は第1回の初級編で詳しく紹介していますので、ぜひそちらをご参照ください。ではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。上級編の本日は少し複雑でより立体感のある作品をご紹介します。作品はひまわりです。どのようなところに注意したらよろしいのでしょうか。ひまわりですね、ルナクレーで作るとこのように本物っぽくなります。で、今日はスケル君でこちらを作ってみます。スケル君ですと同じ大きさに作ってもこのように小さくなります。これを大きくしたければこれの倍の大きさで作っていただきます。で、こちらスケル君で作った場合はちょうど小さじとかそういうのに最適です。ありがとうございます。それでは道具はどのようなものを揃えたらいいでしょうか。はい、ではまずスケルクンですね。それからコート液、のり、お花を立てるのに使いたいのでこちらにスタイルフォームを用意させていただきました。それとプレス機、プレス機がない場合のこちらクリアファイルですね。それとで、ラジオペンチがありましたらペンチを1つと、ハサミ、伸ばし棒、こちらワイヤー18番と20番、そのぐらいでよろしいんですが、ワイヤーを少し、それと歯型、こちらの歯型をお持ちでない方も多いので葉っぱでも代用できますのでご用意ください。それでは花芯の作り方についてご説明をお願いします。はい、ではひまわりの花芯ですね。こちらまずスケルクに茶色を染めます。で、染めたものがこちらになりますね。染め方は先ほど一緒ですね。こちらちょんちょんと塗ってください。で、茶色に染めたものこちらを丸くします。丸くしたものを親指で真ん中を押してあげてください。で、ちょっと厚みのある真ん中をへこました形にしていただきます。こういう形になりましたらハサミで周りからカットしていただきます。1段ぐらいまで行ったら真ん中をハサミを持ち替えてつついてあげてください。で、こちら出来上がったものがこちらになります。で、こういう風になったものを後ろからワイヤーを刺してください。花弁、額、歯の作り方のご説明をお願いします。はい、ではこちら花弁ですね。ひまわりの花。ではこちら黄色い粘土を使います。で、スケル君は小さくなるので少し大きめに、で伸びがいいので細く作ってください。で、この涙よりちょっと細めの形を作っていただきます。で、これをプレスします。はい、このような形になります。あと
のひらに置けます。で、細い伸ばし棒を使います。1本、2本、2本線を入れていただきます。で、横に2本で、周りをさっと薄く伸ばしていただきます。で、先をちょっと内側に丸める。これが出来上がりです。額ですね。額はさっきの花びらの反対、涙形のこの尖った方が上になります。で、こちらもプレスします。こちらはちょっと幅広くプレスします。取っていただきましたら、筋を内側にちょっと寄せる感じで伸ばしてください。ちょっと寄った感じですね。こういう感じに乾かしてください。歯型は涙型が大きいです。プレスしていきます。軽くプレスを入れまして、涙形の大きなにします。そうしましたら、こちらワイヤーの先に温度をつけていただいて、でそうですね、5センチぐらい幅に温度をつけてください。この中心に入れ込みます。で、周りからちょっとこう寄せてあげると、で、またプレスします。このように筋がつきます。で、この周りを伸ばし棒で薄くしていきます。こちらが葉っぱです。で、この3種類を作っていただきたいんですね。で、大体こちらが18枚ぐらい、こちら花弁が30枚ぐらい作ってください。では最終仕上げ、コート液までの過程を実際に行っていただきます。はい、では先ほど作りました芯、こちらに花弁をつけていただきます。花弁のつけ方は、芯を裏返したところに温度をつけていただきます。温度をつけたところに、こちらの先ほど作った花弁を乗せていただきます。で、これを30枚全部ぐるりとつけてください。で、つきましたら、今度この上に額を乗っけます。額のつき方ですが、やはりこちら温度をつけますが、今度ここにつけないで、この先ほど作った額の後ろにつけていただきます。こちら全部裏返しにします。大きい小さいあっていいんですね。この額は、この花びらは同じ大きさでお願いします。まずこちらでつけましたら、この花びらのところにちょっとほわっと、
やはりこの間にもう一枚つけていってください。このようにつけます。で、上から見ると少し見えますね。で、こちらは途中ですが、全部つけたのはこちらの形になります。で、ここまでできたら少し乾燥させます。乾燥させてから今度こちらにできた葉っぱ、乾燥した時にここへつけていただきます。で、全部葉っぱをつけたものがこちらになります。本日の作品作りのポイントについてご説明願えますか？はい、では今回ちょっと難しかったですね。まず真ん中の芯です。真ん中の芯のハサミの入れ方、周りからやった時にこう立てるようにカットしてください。それが一つのポイント。あと次は花びら、花びらは必ず同じ大きさに作ってください。バラバラだとちょっと歪んで見えますから、まっすぐ。で、あと額ですね。額はまちまちでいいです。大きさがこのぐらい大きいのとちょっと小さいの、色の大きさがあっていいです。ぜひこれを参考にして、スケルくん、ルナクレースーパー、ポート液を使っていろいろとオリジナルな作品作りに挑戦してみてください。スケルくん、ルナクレースーパー、ポート液、そして道具に関するお問い合わせは、海外からの場合は第5貿易の方に、日本国内の場合はアイボン産業へ、作品およびデザインまたは教室に関するお問い合わせはミラフローレスの方にお願いします。皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。それからこの後のエンドロールで透明粘土スケルくんならではできる光のイルミネーションをお楽しみください。西山先生、3回にわたりご指導いただきありがとうございました。ありがとうございました。そして材料並びに今回の企画にご協力いただきましたアイボン産業様にもこの場をお借りしてお礼申し上げます。どうもありがとうございました。